いや僕はイチロー選手を3三振取ったやつ、あ初めてイチローさんと対戦した時の、うん、はい、あれ見た時はもうびっくりした。だから普段のイチロー選手をすごさしてるわけじゃないですか。そのイチロー選手を3三振、ルーキーが18歳のルーキーが取ってしまうみたいな。うちのピッチャーの石井隆筆頭に打たれまくってんのに僕につけろって言ったの石井隆、はい、誰どうせ打たれんだからこうやってここにきつくて足行けよってそしたらいきなりライト線打たれてもう俺もぶち切れてそれで負けて帰ってきて、そのロッカーで高橋をロッカーに立てて